こんばんは。ピュッ。どうしたら見えるかな。カレンの位置。こんばんは。頭だけでもつけてみた。今日はありがとう、こちらこそ。ありがとう。そう、ベールつけてみた。どう、よくない？服もちょうど白かったし。今日はありがとうございました。ありがとう。できたー。ごめんごめんごめん。今日何人、今日何人夫ができたでしょうか。マジックみたい、マジックみたいですか。こんばんは。めっちゃ大きい。見て、ほら、もう全部。うるさいね。ごめんね。ゾンネさん、たい焼きありがとう。ドラガンさん、たい焼きありがとう。スケーモンさん、キッドさん、たい焼きありがとう。深緑さん、かわいい、ありがとう。まあ、ニコニコマークさん、とうとうありがとう。こういうやつありがとう。こんばんは。ドラガンさん、結婚してありがとう。醤油さん、たい焼きありがとう。リチャードさん、たい焼きありがとう。マピアノロッピーさん、たい焼きありがとう。竹まつるさん、結婚してありがとう。印象的なプロポーズ、プロポーズなんやろう。でもなんか照れながら言ってくれてる人たちとか、いろんなお洋服を揃えてくれてたりとか、うん、何でも嬉しかったっけ。桃が好き、桃が好き。指輪がない。指輪ね、あの取れてたよね。あ、そのー来てくれてた。おめでとうございます。今日はいっぱい接客あなったのか。
あるのかな、結婚してください、ネクタイ締める、あ、間に合わなかったか指輪がなくて取れたんよかった、握り天と揚げもみじ、いいね、あ、見て隠れる、さくれみの術隠れてる指輪アルミホイルだったの、そうなの、全然気がつかなかったよ、もうか、結婚ソング、結婚ソングってじゃあ、ん、結婚あってたか、ソングなんだろう、マリで入籍してみたらいいよ、しかしな ぐるぐるカーテン、お仕事休憩に入りました、サイマンありがとう、お疲れ様、ゆっくり疲労、乾杯飲んだ、あ、ぐるぐるカーテンわかるわ、ぐるぐるカーテン、リザカさんのね、結婚式に参列した人みたいになっちゃったけど、結婚するよねって言ってくれたけどもちろん、あ、全身メール今送ったよ、可愛いけど、うん、ぐるぐるもんじゃん、桃が好き、桃が好き、前に来る、うん、ふわ、今日はねめちゃ楽しかった、友達と交流して飲み中、いいじゃん、素敵なお嫁さんになれるかな、なりたいね、いつか、秘密の話なんかさあるよね、高校の中でさ、人と友達とかとコショ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 、うん、こんばんは、こんばんはこんばんは、透明マント、透明マント、今日はね、もう また結婚しよう人生集め、え、可愛かったよ、結婚しようなんて恐れ多くて好きだよねいやいやいや、俺の夢は完全にデーピン、テーピングみたいなテーピング桃ちゃんの結婚式は親族側のテーブル、なんでみんなそっちに行くの、私の隣にいないの、おかえりって言ってこられただけで幸せになる、おかえりいや今日は隣っていうか結婚しますって言ってくれる人もいれば、あの見送る親の気持ちやって言われて、もう言われた見送る親の気持ちになるとも言われました両方
もーちゃんの作ったご飯を食べる。そうだよ。料理係めっちゃどんどん。高知ではジュコンが許され、そう、今日特別にジュコンが許されてる。マスクなしにしてる。いいじゃんいいじゃん。ちょっと待った、ちょっと夢だよね。わかる、私もなんかちょっと待ったーって言いたいけど、漫画とかのにゃんこたちとめくり、え、めっちゃいたよね。可愛かった。こんばんは、こんばんは。新郎新婦入場で、そっち側なの。プロポーズか。でもプロポーズ本当ももがしてたからな。でも結婚してくださいって言われたら、あんま言われたことが結婚してくださいはないから。そう、前から嬉しかったね。何人のちょっと待ったを聞かない。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。そうなるってなったらすごい嬉しいけど。もちゃんって推しに弱い方、え、どうだと思う、どうだろう。結婚報告。いいじゃん、いろいろなパターンがあってすごい楽しかった。一日中なんかもういろんな人と、いろんな人と結婚しまして、すごい楽しかった。誰を選ぶかドキドキしてみよう。なんで？可愛いよね。ブッケ。バラバラね。あるの？めっちゃ気まずい。え、そうだよね。気まずいよね。あ、あ、なるよね。見たことない？じゃあ、なるべくさ、え、そうだ、キャッチミスで、取ろうとしても、取れなくて落ちちゃうことはありそうやけど。ポテって。ポテ。取りやすくなれないかんのにね。ブーケトスやったことない、やったことないっていうか、その取ろうとしたことがおめでとうって UFO に1回しか参加したことがない。友人代表でスピーチ、めっちゃ緊張しそう。投げたこと、いや投げたことはないけど、当たり前にないよ、ないよ。普通に取ろうとしたこともないよ。
まあ、確かにありがとう。いとこの結婚式丈の長さ、結婚式の今日とか、うん、一回同級生結婚し始めて、そのさ、もうさ友達が結婚してもおかしくはないよね。まだないやろうけど、多分あーそうだよね。お疲れ様です。ねほこちゃん早いかな。ねほこちゃんの結婚式には絶対行きたい、いつか。自分の結婚式の時普通は新婦なの。僕が投げました。僕が投げたの。代表スピーチできるかな、誰かの。初めての話かもやが、今後もよろしく、よろしくね。成人式行ったらすでにお母さんの同級生。披露の欲求で恋するフォーチュンクッキー、めっちゃいいじゃん。私もけ友達の結婚式の余興をやりたい。何やろうかな。その結婚式なんかをするっていう願望よりも結婚式の余興に出るっていう願望の方がめっちゃ高い友達のに参加したいっていう。美味しいもん食べられるしさ。あ、フラフープ?フラフープ?いいね、それは。で、どうしたの?予定のプレッシャー半端ないんや。あ、そうなんや。カメラ係、いいね。それはいいね。小さい。出る?即興歌謡ショー。何にしようかな。うん、姉ちゃんが好きで、どうなんだろうね。姉ちゃんがまず結婚するか知らないなんかしそうにない気もするし勝手に言ってるけど。スピーチはもうかも。ちょっと震えるな。彼の歌は歌わないよ。ちゃんとあの幸せ。こんばんは、こんばんは。
スピーチ5分、5分長いね。乾杯の挨拶でシャンパンがこぼれそう。いや最近乾杯の挨拶っていうか、なんか乾杯の温度をの言葉を覚えようってなぜか思った。もう3歳ぐらいの男の子が乾杯の温度を取ってるのを見たんですよ。でそんなになんかめっちゃ完璧に言えてて、なんか私は全然知らないんですね全然知らないから、あ、なんかできた方がいいのかなみたいな見た？そう、なんかめっちゃ練習しとったらしくてだったんですよ。すごい可愛い動画だったんですけど、でもねもうね分かんない。ご指名いただきましたので、させていただきたいと思います。もう分かんない分かんない。離婚するんですかって他人事みたい。そうだよ。そうだよ。三歳って、いや違う、三歳でも覚えられるって。で、そう、三歳の子はすごいんですけど、私もう18歳だから、なんか私できなくていいのかなみたいな。三歳の子がもうできるの。あ、硬かった。え、普通でいいの？ティッシュの指輪なんか取れてた取れてた。あ、モカさん実質3歳。いや、原稿を家に忘れてその場で考えながらなんですね。すごいね。時々止まってますか？そう、ごめんね、止まっとったら。手洗ったら秒でそうなんですよ、そうなんですよ毎回取らなきゃいけないっていうティッシュの指輪、手洗うたびに。ないよ。取れても10秒で先生できるよ。気づかなかった？そう、指輪持ってなさすぎてね、あのティッシュ結んで、でもサインを書いてたら指輪を作った、向こうの会場で作ったんですけど、もうすぐに取れた時間が経ったら、いやぽやってる。本当はちょっと何個がつく？うん、1個だよ。外してたのかなって思った？ダイソーに行って仕入れてきたの？ありがとう。ママから書いて。ママ。薬指輪の指輪はなかなか持って、あ、そうなんだ。うん、あくび。指輪のサイズの6か7なはず測り方超雑やったからな。今日はありがとう、こちらこそありがとう。
ありがとう、マピアノピマピアノピーさん、たい焼きありがとう、みーさん、たい焼きありがとう、みみーさん、くまちゃんありがとう、もったさん、たい焼きありがとう、ほうじさん、たい焼きありがとう、ふくちゃん、たい焼きありがとう、たーさん、たい焼きありがとう、つぶつぶつらくるさん、たい焼きありがとう、じんさん、たい焼きありがとう、ほうじさん、ハートありがとう、神戸のまちさん、たい焼きありがとう、えりちゃん、たい焼きありがとう、ようへいさん、結婚してありがとう。本当の結婚式だともう疲れてぼやる。ふわーってなるか。今日もね。そうになった。バーっとかしたら。プロポーズはなんで夢の渡され方、なんか考えたこともないな、どうやろうか、なんか私そんなロマンティックな感じで渡してもらったらなんか逆に恥ずかしいから、なんだろう、何がいいやろうかね、なんでもいいかもしれない。リアルで言います。お、待ってます、注目しちゃう、そんな恥ずかしいじゃん、やだよ、だってか私はぽやぽやしてます。あ、そうだったの、ぽやぽや、君の姿綺麗なんだ、ありがとう。でもまだね、まだ似合う女じゃないかな、女性になりたいね、あのいつか。ゆっくりでいいと思ってるけど、こんばんは、こんばんは、ウェディング着てるメンバーはマイナさんが着とって、で前回のお話し会のアンピが着とって、でアズミもあのまだ研究生だからコスプレはできんけど、あの私服がウェディングっぽいやつって書いてたからかな、ぐらいかな。そう、巻き髪にして大人っぽくしたよ、ブラッシュ。6月やけんさ、6月食べそう、絶対食べるもん。カラカリのプラメもちゃんと、衣装が結構お母さんが直してくれる、今日のお洋服、そう、これサイカリンと関係ある話なんですけど、そう、深いところがあって、なんかマネージャーさんが裁縫セットを持ってて持ってて、私縫ってたんですよ、ちょっと深いからね、けど応急処置として、そう、ちょっと止めてたんですけど、そう、ももうちょっとそういうところがあったらしくて、
って二人で一緒に行くってやって、そう二人でこうやって塗って集めて、うん、一緒にやりました。そのやつをやったんですけど、そう、それをそれをやってから一緒に写真を撮りに行って、それ で前回のゴスロリの時も一緒に撮ったんよ、サイクリンと。サイクリンと一緒に撮った写真があるので、またそれを もう着たまま直してたからさ、ちょっとあのこうやってやれたらいいんだけど、こうやって頑張ってとか、着たまま直して縫ってたもん。器用だね。全然もう本当に応急処置で、マネージャーさん、ジム、そう、モーちゃんたちっていうかマネージャーって、そう、裁縫得意だし、教えてもらったよね、どうしたらいいっていうのを聞いて、それをやりました。今日アンピ、どんな話だろう。なんかお裁縫すごい得意ってわけじゃないけど、なんか もうちょっと頑張りたいなって思った。玉結びジリオでやってたよね。私さ、玉止めできるのに玉結びのやり方今日忘れてた。あれと思って、どうやったっけと思って、でもなぜか玉止めだけはすごい覚えてるのよ。なんでだろうね。学校の家庭科は無駄じゃない。無駄じゃないよ、本気しないと得意です。お、いいね。家庭科は調理得意だ。どうやったかな。あ、でもなんか得意かって言われたら分かんないですけど、魚の処理をなんか苦手っていう女の子多くて、私がやってた。魚のね、あ、ミシンは苦手。なんかもう手を縫いそうで怖くて、誰かがミシンはちょっとね、実は苦手というか怖いが勝ってしまうんですよ、私。その頃からさばいてたな。でもね、どうやったら騒いでたかな。でもそうすごいね、カエルの解剖。そんなんやるの。カエル用のイカを解剖したことはあったん、解剖って言ってたよ。カエル食べないの分かってるよ。イカ？うん、家庭科ではない、分かる。理科の授業のあれだよね。実験じゃない、なんだろう、観察？
着物扱いず、そう、あんまり使って、そう、ももの実態はあんまりやってない。クラスでも背低い方だった。イカをさばいてみたいなやつ、イカじゃなかったかな、何だったかな、やってないのかな、忘れちゃった、やってないかも。家庭科でやったのは普通にお魚の料理みたいな、卵料理とか当時食べられなかった。そうなのか。技術はなんか何作ったかな、なんか本立て、本とかいろいろ物を入れれるやつを木で作ったんですよ、技術の時間に。でも私めっちゃ技術苦手なのね、手に力がなくて、だからいつもねできなかった、めっちゃ苦手だった、力弱すぎてね木が切れない。初めての話かありがとう、めっちゃ楽しかったよ。SC の背の順で並んだ一番前ではないかな、前の方ではあるけど、さかなちゃん企画、なんかね、あのサーヤンのさ、あの動物のサヤゴロウすごい出たいっていうメンバー多いらしいんですよ。なんかよく言われるって出たいって言ってくれてるメンバーがいなくて、でもそれは多分動物がみんな動物人気だけど魚はちょっとあんま人気がなかったらしくて、それでうえーってなってたけど、あずみんが言ってくれたからなんか捌く動画見るらしくて、やったーって思いました。あーよかったよかった。で私もねだからまあちょっとね、釣りはだいたい暑かったりとか、さばくのがそのやっぱ内臓とか取るのが苦手な、そもそも魚があまり好きではない子とか結構いろいろあると思う、釣りに関しては苦手な子は苦手だからね。思うんですけど、そうね、潮干狩り赤い、そうが結構触るのが苦手だからさ、まあ、それは私が全然つけるんですけど、やけんね、さかなちゃん出たいメンバー募集してます、いつでも本当に。メンバーちゃん言ってきてください、待ってます。磯目大丈夫だよ、もう磯目めちゃくちゃ高い、ほんと餌のハードル高いよね。黒田言ってた、すごっ、3期生どこなんだろうね。なんかでも最近お魚派よりもお肉派の方が多いっていうのを知って、そう、私もお肉好きなんですけど、釣りをたくさんのメンバーでするの、うん、楽しいと思う。こんばんこんばんは。またね、誰か出演してくれると信じて。エビでたいやつ、確かに。テーマラブソングでアズミとペアで踊る、お、よかった、ありがとう。そう、一緒に踊ってる。肉派なのか、カルビ丼、撮ってるよ結構。
そうだよ、マイケルさんとかあとユナユナとかかな、お魚のイメージは。ももちゃんこんばんは、24日の大阪、あ、仕事が入っちゃったの、あら、まだ待ってるね。ももちゃん TikTok さあ、僕は TikTok 撮る機会がなくてね、撮りたいんですけど、撮りましょうというか、お魚美味しい、また行くから、うん、また来てね、柏島ぜひぜひ。悩んでる君は完璧で究極のいつもより声が高いですか、嘘、そうかね、かわいい、ちゃんと。お寿司しかじゃお寿司作ったらいいよっつって、そうできるかね。おうちゃんがね、ハチマキして握やりたい、それは。でもお寿司握れるのかな、でも前のスペイでよかったね。さっての四国サンリオキャラクター大賞ペコロちゃんは16位でした。と同じだけど、でも最近ペックが押されてるから大丈夫、ちょっとずつガチャガチャとかで見る機会も増えてきたし、そうシンガポールそう高かったりする、投票とか、なんかあのサンリオグッズ買って投票する、ペックルってなんか優しいおっとりした動きが可愛い子、お尻が可愛い、それと25円も高いよ、絶対に握ってファンに振る舞うお寿司屋イベント、いいね、形になっちゃった、パートナー部門で発表最強だよね、えなかなかね厳しい世界だ、ハッピダン V はみんなほんと高くて、
抽選じゃなくて。いやでもそうかもそう思ってるよ。抽選もいいけどね。たい焼きありがとう。メガバイト。神戸の。ゴーゴーやんちゃん。たい焼きありがとう。さん、ありがとう。みきしばさん、たい焼きありがとう。結婚式の頃自分が結婚するなんて想像したこと何がいいんかね。よよよのよさん、たやきありがとう。としさん、たやきありがとう。なしないもんさん、たやきありがとう。てるさん、たやきありがとう。ワインレッド、おー、大人だね、ワイン。はい、キューセンター、お母さんと言ってみて。絶対驚くよ。変な子だよ、もう。急にお母さんって言う。情熱の赤、おー、大人な女性だね、それは。ピンクに1票緑も可愛いよね。でも考えたことないな、ほんと。薄い黄緑も可愛いよね。ああ、でも水色とかも可愛いなって思う。すごいと、なんか全然考えてないよ。なんだ、モカは着るの何回もやるのやだな。めんどくちゃいな。ビーコ町におもちゃが、ビーコ町、ふふー、いたね、楽しいね。そうなんです。いっぱい着なきゃいけないもん。普通は逆だよね。女の人の方がこういっぱい服着たいって言うはずなのに、そんないいよっていっぱい言ってる時点でさ、逆だよね。オイル直したい。やるときお金がそうやるかかるから、男性側はもういいじゃんってなると思う。本当は絶対女性の方がいっぱい着たい着たいって言うはずなのに、ももは着るのがめんどくさい。アイドル活動たくさん衣装そう着てるから、もう。なんかあの生写真とかで着物を着させて、生写真で着させてもらったんですけど、着るのがすごい大変というか、まあ、やってはもらうから思うか立ってるだけかもしれないけど、結構あの大変だなって思って。
一番好きな衣装 STU のやつかな。 STU だったら青花が好きだよ。一回で、いやそうね、なんちょっとでいいかな全くないわあれやけど。花嫁衣装の時結構本当の本物だったから、後ろも長くて写真のやつこうやってすごい歩きづらかったです。あ、こんなにそのウェディングドレスって大変なんだなって思いました。そう、本物なのよ。そう、初めて、人生で初めて、あの今月の生写真のウェディングドレスが初めてだったんですよ、私の人生の中で。だから人生の中でとか早い方ですよね、まあ、まああの撮影用にね来て、そう、すごい、あ、こんなにも大変なんだって思って、重くて子供に持っても可愛いよね、後ろってこうやってこうやって、で、あのタンポポ衣装見て、なんかね今のところは何も呼ばれてないね。私に買ってみようかな。そのもうウェディングドレス着ることあんまりないから、今回の生写真はレアではあるよね。ウェディングドレスを何回も着る人は少ないけどそう考えたらさ、アイドルになってさ着物を多く着れたりとか、すごいなんか貴重な経験をいっぱいさせてもらってるなと思う。クロスド制服、え、でもぽいぽいぽい、うん、モノチェック柄、モノクロチェック、何なんだろうね、あれはタンポポはもうすぐ言ってたけど、浴衣も着てるね。今回のウェディングドレスの生写真注文しました。お、いいね、新衣装ね。なんかスタイルがすごいシュッて見えるし、なんかちょっと大人っぽい感じで可愛いですよね。あんなに可愛い服、そうだね、ほんといろんな服を着れるのは本当にアイドルのいいところ。ますます大人っぽい感じみたい。そうだね、前回のタンポポは可愛いって感じで、今回はちょっとかっこいい、クールな。嫌なこともあるだろうけど、いろんな経験できて、そう、経験もできて、そう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 、いいことも多い、本当に。水色リボンだけでストーチを表現に来てかわいいよね。もちゃん小顔でスタイルいいからどんな衣装も着こなせるありがとう、成長してる。そう、いや、だいぶぽやぽやして、あーしゃ成長見られるよねなんかさ、一番最初のめっちゃ幼いし、2回目もなんかちょっとは大人になったけど幼いし、で3回目のあーしゃはちょっとなんかもうちょっとマシにな、マシっていうかその成長度が増してきたかなみたいな、で今回もまたもうちょっと成長したかなみたいなそんな感じ。あーしゃ、
小山も。ね、嘘。これでも寝ようかな、これおくるみにして。今多分もうあとね、あとね、あの2分ぐらい目つぶってたら寝てそう。次の朝は20歳前。そうだね、もう半分そう、実はさっきからちょっと半分寝てるん。ご飯食べたよ、弁当食べました。じゃあ50分になったら読もうかな。うん、危ない、絶対目を今つぶったらダメな気がする。ウィディングドレス着て目をつぶったら誓いのなんちゃう誓いのチューしちゃうことになる。もう寝てるだけなのに。やばいやばい、寝てるだけなのに。そういうサービスタイムじゃない。眠たい。ちょっと眠たかった。誓いの中配信とかだと目つぶれなくなっちゃうじゃん。みんな今広げてるの触覚かと思って、かわいい鼻くさかったね。そうだよ、気づいたら、気づいたらさ、なんか誓い立てられて近い、近あるぞ。カメラに向かって誓いのキスできた方面いないよ向いて目つぶってもやだよ。あ、取れた。もうこうして、こうして顔隠そうかな。一緒に入った一緒に入った。カーテンの中で一緒に入ってるみたいになってる今。これでやろう。どうしたん、パン焼きありがとう、結婚してもありがとう。大久保さん、たい焼きありがとう。てるさん、たい焼きありがとう。こじさん、ハートありがとう。メガマイトちゃん、かわいいありがとう。ハチウエストビーさん、ハートありがとう。たかきさん、ハチありがとう。ゼータンさん、たい焼きありがとう。まるともちゃん、たい焼きありがとう。ぐんぐんぐんさん、たい焼きありがとう。ケイシティさん、かまぼっこじゃなかった羊羹だったね、これは。羊羹ペンギンありがとう。百之助さん、たい焼きありがとう。てっちゃん、たい焼きありがとう。のぼろしさん、だるまありがとう。てるさん、たい焼きありがとう。しゅりにさん、たい焼きありがとう。みーさん、たい焼きありがとう。隠れ弁当それで、メンズヘ
開いて目つぶったら本格そうなこうやってやってさ恥ずかしいよ。まあ、隅っこ暮らし中とか。虫よけの被り物は面白い。違うもん、虫よけじゃないもん、可愛いベールだもん。スクショ髪が。そのベールをめくれるイベント並んでくれる、それ並んでくれるかい。こんばんは、こんばんは。指輪はティッシュでも、指輪でティッシュ100個ね。なんでやってくんの。大人気のイベントになる。ほんと？桃が好き、桃が好き。徹夜してめくると寝てたりした。起きてるもん。大久保さん、たい焼きありがとう。とっちゃんさん、たい焼きありがとう。あすなろさん、たい焼きありがとう。イベントもよろしく。そう、早くやるの。永遠の愛を誓いますか。誓うよ。めくったら別人と用事。それはびっくりです、みんな。びっくりって。オンラインの申し込み今はやってないかな。シュールなイベント。結婚式してた。もう結婚式今日したよ。ファンのみんなとも そろそろやもうかな。今日はこんな眠そうだけど、ちょっとダンスを覚えるダンスを覚えてお風呂に入って明日お仕事頑張る。だからみんなも頑張ってね。これからだよ。ごめんね、眠そうで。ツーショット誓いのキスにすればいいか。やだ、恥ずかしいすぐに寝ない。大丈夫よ、ちょっと見るだけだから。あとは CA さんと、そう、浴衣もあるからお楽しみに。ピッ、あさって行けるように。明日頑張ります。頑張れ、無理しないよ。ありがとう。そっか、今日日曜日か。今日もありがとう、ありがとう。明日から大変だと思うけど頑張ろうね。話し会モチベーション、おー、そんな、よかった。明日仕事やん。長い時間、めっちゃ長い時間ってわけじゃないけど、明日月曜日じ
私も今気づきました、明日が月曜日のこと今気づいた。四国公演楽しみで、うん、もうかも。四国公演の練習もね、もっと明日しよう。この間レッスンもしたから、ツアーの登録も出るんだ。あ、そうなんだ、まだ現実大丈夫。今日は結婚できたから、明日から頑張れそう。頑張れる。そうだね、月曜日から落ち込まないで。もうかツアー全会場います。今日が夢のようなダウンタウン25日の花で、お、待ってます。みんなありがとう。朝ツイートで元気もらってる、よかった、それはよかった。私が起きれる限り頑張ります。でも起きれてなかったらちょっと刺して刺してもらって、ニシヤ書き込んできましたチャイナウェディング写真、そう撮れたからいっぱい載せていくよ、刺しますでもできるだけ頑張るね。では読もうかね。みんなツアー当たりますよね。ほんとよ、ツアー当たりますように。会いたいから。ミミさん、クマちゃんありがとう、テルさんたい焼きありがとう、コウジさんたい焼きありがとう、とっちゃんさんたい焼きありがとう、大熊さんクマありがとう、アスナロさんたい焼きありがとう。10歳の神戸のマツさんありがとう、12のドラゴンさんありがとう、今日は素敵な花嫁さんと過ごして幸せだって思うかもだよありがとう、17の福ちゃんありがとう、今日は素敵な花嫁に出会えて良き日でした、もうずっとフル参戦ありがとう、楽しかったよ。12のメガバイトちゃんありがとう、お風呂かメガバイトおすすめしてます、じゃあご飯にする本日2回目、ありがとう。9のタさんありがとう、一線って変態嫌いなん、やりすぎはダメだよ8位のゼータンさんありがとう、花嫁ママが買いすぎて折れました、ありがとう、かわいいっていっぱい言ってくれて嬉しかったです、ありがとう。7位のマピョンオッピーさんありがとう、花嫁姿世界一最高、これからもよろしく、ありがとう、めっちゃ良かったよ化粧も、ありがとう。6位のミンさんありがとう、たくさん話して楽しかった、コーチの話を次回、めっちゃ楽しみにしてる、何食べたとか教えてね。あ、変わった、読もう、うん、最初から読むね。10歳のフクちゃんありがとう、12のドラゴンさんありがとう、11のメガバイトちゃんありがとう、10位のタンさんありがとう、9位のゼタンさんありがとう、8位のピアノのロッピーさんありがとう、7位のミンスさんありがとう、6位の大熊さんありがとうございます、ありがとう。5位のゴン、ももちんの披露宴に成長したい、面白そう見てみたい、ありがとう。4位のケイスティンさんありがとう、大阪で結婚しような、今日言えんかった結婚しようなありがとう。3位のトシさんありがとう、キモも楽しい、昨日からモモカが可愛すぎて結婚して、え、なんかめっちゃ言ってくれるじゃん最近、嬉しいしようなありがとう。2位のコウジさんありがとう、3位ありがとう、疲れ花山ちゃん最高だよ、お、よかった、今日はたくさんありがとう、にー1位のエイトさんありがとう、ありがとう、 Thank you。ありがとうございました。
そうだね、朝から夜まで本当一日中モモとありがとうございました。モモと言ってくれて、昨日も今日も本当ずっとまた明日からも頑張りましょう。バイバーイ、おやすみ、またね、また明日、おやすみ、バイバーイ、ありがとう、おやももだよ、おやもも、ありがとう。